はい、どうも皆さん、こんにちは、きなです。今回は、新しいね、21号ちゃんのね、情報が出てるっぽいんで、そちらをね、紹介していこうかなと思います。人造人間21号、2体ね、全開覚醒するっていうことなんで、ちょっと性能にね、マジで結構期待していたりするんですよね。で、全く見てない初見でございますね。はい、どこだったっけ？あ、結構やっぱ最近のキャラクターだから、はい、上の方にいますね。で、緑の21号ちゃんは、はい、ここら辺ということで、まあかなりね、新しいキャラクターたちも覚醒するようになってきましたよね。ってなわけで見ていきます。ちなみに今日皆さん学生の方とかはやっぱ休みなんですかね。関西とかはね、やっぱ雪がすごいんで、ちょ、北の方はわかんないですけど、見ていきましょう。21号赤ですね。で、このキャラクターは多分ね、超連戦バトルじゃなくて他のイベントで覚醒 Z パワーが手に入る感じなのかな。で、射撃に麻痺付与がありますね。こんなんあったっけ？全然覚えてないけど、結構いやらしい圧してますね。で、打者。射撃が、ひらめカットのマイナス 20%。あ、結構強いね、これ。あ、いい射撃ですね。で、必殺、特大ダメなんだ。で、必殺矢ダメは 25% アップ3カウントのドラゴンボールを増やす。強いね。これマジでね、無課金にしては、もう、かなり当たりの必殺してるんで、しかも特大ダメっていうのがでかいですよね。で、シェイキアーツをドローする特集。自身の手札の打撃アーツをシェイキアーツに変換。気力40回復の4ダメ 25% アップ。なんか結構射撃推しのキャラクターなんですかね。この赤の21号ちゃんも、緑の21号も。で、メイン必殺ドロー。体力30、気力40回復、4ダメ 30% アップ。まあ、無難にって感じですね。で、これ Z アビリティがね、めちゃくちゃ当たりっていうか、新しいキャラクターなんで、やっぱ Z アビ優秀ですよね。で、レッドかつ人造の全開アビ上げなんですけど、やっぱ無課金のキャラクターだから、ちょっとね、少ないっていうのはありますね、上げ幅。で、場に出た時に4ダメ80アップ、射撃4ダメ 30% アップ、火ダメ 40% カット、敵の手札をランダムで1枚破棄すると。で、自身が場に出ていた時に体力が0になった時、これ復活ですね。復活のアンチがつくと、自身の枝目 30% アップ、気力50減少、敵の手札ランダムに前吐きってことで、まあ復活のキャラクターがあんまり今見かけないんであれですけど、まあ実用性は結構ある復活アンチなんかなと思いますね。枝目アップの消去負荷とかは特に強そう。で、敵と対峙するたびに自身の気力35回復。あ、いいですね、これ強っ。まあ、最近で言うとザマスとか、パンとかそこら辺に対して強い能力かな。自身の射撃必殺コストをゴーダウン、敵全体に非回復量デバフ。で、カバチンの打撃封印。これ地味に、地味に嫌なやつだね。で、バトル開始時、ヨダメ 20%、ヒダメ 10% カット、気力回復速度 20% アップ。結構ヨダメもらえてるくない？射撃だけで言うと130もらえてますね。で、敵と対峙するたびに、リジェネがついて、ドロ族が5カウントアップ。ああ、結構面白い性能してますね、これ。ああ、結構強そうかな。結構ってずっと言ってるけど。無課金にしては超強そうですね。まあ、赤ベジットはメインアビリティが強すぎるんで、ちょっと比べんのかわいそうですけど。まあ、普通にヨダメヒダメカットがね、覚醒キャラにしては、むちゃくちゃ多い方だと思うんで、かなり当たりだと思いますね。オッケー。人造で運用もかなり悪くないんじゃないかな。で、ゼンちゃんの、21号の方ですね。で、打者が、射撃が気力5回復。で、射撃が必殺4ダメアップ。あ、こんなあったんだ。で、必殺が大ダメの、発動時自身の4ダメ 20% アップ。あれ、これ覚醒してるよね。あ、か、ん？うん、覚醒してなかったかな。ちょっと待ってくださいね。あ、多分大丈夫ですね。で、6種、ヒット時に、あ、これ太陽剣ですね。太陽剣は普通に強いから、かぶせ上手い人に使ってほしい。敵にフラッシュ付与。必殺をドローできます。自身の記録を50回復。味方のダメ 15% アップ。これ強いね。しかもコスト11なんだ。結構軽いな。で、究極がかなり強い。バトルメンバーの人数に応じて効果が変わって、一人落ちてると、究極ダメどんどん上がって、で、交代禁止付与がね、めちゃくちゃ強いんで、まあ、リブリアンみたいな感じですね、昔の。で、緑、
緑じゃない、メインアビリティが、究極持ってきて体力気力60回復。お、ん、ドロソクアップと、あ、カバチェンの、あ、なるほどね、救出回数アップか、びっくりした、特殊カバチェン向こうがついたんかと思った。で、ゼットアビ最強ですね。で、緑の腎臓いいですね。これ緑の腎臓って確か全開アビリティが今16号しかいなかったんかな。なんで Z アビリティがあんま強くなかったんですけど、これはめちゃくちゃ優秀なアビ要因ですね。で、自身の待機カウントが常に1カウント短縮。これ強いな。場に出てた時に自身2からの効果を発動。打撃を射撃に変換。これがね、ちょっとね、ゴジタブルーンと相性悪いんで、まあ、それをどううまく使うかってところですよね。4ダメ 60% アップ。2ダメ 30% カット。射撃圧コスト10段。コスト軽っ。で、ダッシャーアーツを受けると、自身の射撃ダメージ 10% アップ。あ、これ、バフ消しに弱いんだね。これはちょっと残念だな。で、初回のカバチェルのみ、これ、救出できると。で、一人戦闘不能になると4ダメアップ。なるほどね。カバチェンジ、受けたダメージの 30% 回復。これは結構優秀ですね。自身の圧ドロ速度1段階アップ。射撃ヒダメージ 20% アップ。うん。バトル開始時、4ダメ 15% アップ。ヒダメ 10% カット。人造人間が1人以上編成されていると、4ダメ 15% アップ。ヒダメ 10% カット。体力、光、浮力 10% アップ。どうなんだこれ。4ダメが ?4 ダメ 60% アップの、結構コストは軽くて使いやすそうなんですけど、味方落ちるとか、ちょっと油ダメがどうなんだろう、わかんないですけど、属性読み向こうとか特化は向こうがないんで、救出2回はめちゃくちゃ強いんですけど、あと射撃圧コストダウンとか、そこら辺は超優秀、あと特殊もめっちゃ強いんですけど、ちょっと控えめな性能にしてきたかなっていうイメージはありますけど、まあ、使ってみないと何とも言えないんで、ちょっと期待していきたいところですね。さあ、そして、ユニークフラグメント何か登場しているんでしょうか。いや、21号めちゃくちゃ使うの楽しみですね。で、ないかな、どうだ、下の方。あー、ないか、今回は。ユニクラグメント追加されてないっぽいですね。なんで、まあ、LL の強化とかも今週はなしということで、ちょっとあれですけども。腎臓のフラグメントとか、こんなあったっけ？ちょっと待ってくださいね、これ。これは射光アップ。撮影ダメ、究極アップ。なんか、よくわかんないですね。で、新しい覚醒フラグも何も来ていないということで、今回はまあ21号のあれかな、ファイターズコラボだけかなということで、レジェンズの最新情報になりました。で、交換所とかが今日で終わるの結構あるんで、そこだけね、気をつけてもらいたいなと思いますんで、はい、やってほしいなと思いやす。それでは今回の動画を終わりにしましょう。まあ、この動画のね、視聴回数がもしよくて皆さんね、休みっぽかったら、まあ、2時ぐらいからね、ワンチャン生放送するかもしれないんで、その際はぜひとも来てください。それでは、お疲れ様でした。